そこをぶち破るとは恐れ入りました。いや、ほんのちょっと触っただけですよ。ハリントンとのあらましはもう分かった？いい男だけど話には乗ってくれなかったよ。じゃあもう銃は握ってるのね。初めから奴のとこさ。行き先はブリュッセル？そういうこと。あとはもう部長にバトンタッチだ。別に不審な点はないようですな。どうも。飛行機スケジュールによると出発は今日の午後。お気をつけて。ありがとう。予定通りだよ。つまり落ち着かないな。ブリュッセル行くなんてどうかしてるぜ。飛行許可がそうなってるんだ。決められたコースを勝手に外れてみろ。それこそヤブヘビだ。大丈夫、捕まりっこないよ。あとはもう私に任しといてくれ。早速ブリュッセルに連絡して空港に非常線を張ってもらうから。チャーター機の認識記号分かりましたね。 XIBR セントラルアジア航空。そうです。じゃあここは引き上げて報告が届く頃そちらへ帰ります。ええ、じゃあ後ほど。これで一安心。めでたしめでたし。だといいんだが、気のせいかなんとなく不吉な予感がしてね。僕はだった。二人乗りの短髪機さ。一雨来るぜ。ついてないよ。名前は何つったっけ。ダコタ号。認識記号 XYBUR セントラルアジア航空だとさ。いいんだよ。君たちはやるだけのことはやったんだから。ケリがついたらついたって連絡するよ。ちょっと遅すぎるわ。そう、もうとっくにブリュッセルについていい頃ですよ。リチャード、ここに限らず物には何事にも順序ってものがある。いずれ結果は連絡するよ。しかるべき手段で。もし見逃したらと思うとね。すぐそう人を見くびったようなことを。空港には警察が非常線を張ってるんだ。密輸は逃がしくないだろう。
やっぱり降ってきやがった。異常なかったか。ありゃとっくに知らせてるよ。本部に報告したか。まだだよ。車に戻ってこっちの様子を聞いてから。そう思って。ごまかしてやこちら AG7 本部どうぞ大変です。もう大丈夫だ。着くまで安心できんよ。クラマーそうだが、あとはもうパイロットの腕次第ぞ。トレメインです。うん、うん、いつです。そう、ええ、わかります、わかります。いやいや、あとはこちらでやりますから。うん、そう、それじゃ翔くん、逃げられたそうだよ。1時間前ブリュッセルを出た。ああ、やっぱり。どういうわけ。詮索は後回しだ。航空管制本部に問い合わせて何とかコースをつかまなきゃ。また出番ですね。そう、ただその前に連中の行き先をしっかりつかんでかからんと。国境まではレーダーで追跡できましたが、越えてから先はどうも。見ましたか。ええ、確かにおっしゃる飛行機です。あとはどっちへ行ったもんか。しかしこれより南へ行かないことは確かなんですね。そうです。十中八九バンダーニのところへ届ける2だと思いますが、つまりこの北の地区です。あの銃がもし一部の過激論者の手に渡ったら。世界の傾向ですね。いずれにせよ何とか食い止めなきゃ。見に行ってみますよ。とおっしゃると北方地区へ。もちろん。こうなればもう乗りかかった船でね。しかし、あなた方の安全は保証できませんよ。その方はセルフサービスでやりますから、ご心配なく。座ったままの歓迎で恐縮だ。知らん顔で行こう。
どうやら密輸は失敗に終わったみたい。レーダーでも分かんなかったはずだ。木に接触してやられたと見えて。それにしても派手なこと。乗ってたもんなみんなイチコロだ。そうでもないぜ生き残り。着陸に失敗しましてね。せっかく来ていただいたのにあいにくでしたな。